4丁目、4丁目、パーティー挨拶。
チームが連敗している中での登板になりました。まずは今日どんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうか。まあそうですね、あんまり深く考えずに自分の投球をしようという気持ちでマウンドに上がりました。そして同時に今日が10代最後のマウンドもありました。そのあたりの意識はあったんでしょうか。いや、もうあんまり意識はなかったんですけど、今日は本当に達也さんと小林さんに助けられてここまで投げることができました。とはいえ、高橋投手のピッチングも序盤から110キロ連発、飛ばしリングリーダーですが、いかがでしたか。そうですね、もう序盤から全力で自分は投げていって、もう行けるところまでしか行けないと思ったので、はい、頑張りました。ただ前回のピッチングのマツダスタジアムで8回途中、今日もバッテリンドームで6回途中、ずっとゼロで抑えてますよ。たまたまです。ここまでの進化というのはかなりファンの皆さんも感じていると思います。ご自身の中でどのあたりが進化しているんでしょうか。本当にやっぱ柳さん、大野さん、小笠原さんという3枚看板とすごく一緒に練習できて、自分も多くのことを学んでますし、やっぱ3人の与える影響というのはドラゴンズのピッチャーにおいてすごいものがあると思います。そして先ほどの話もありましたが、今日は野手の皆さんに助けてもらいましたね。はい、もう僕がヒーローじゃないと思いますが、今日は若林さんを褒めてあげたいと思います。先輩褒めるんですね。一応先輩なので褒めてあげたいと思います。まずはこの初めての沖縄時代、どんな気分でしょうか。本当にファンの皆さんの前に立ててとっても嬉しいです。4回のチャンスは2人ランナーがいるという状況でした。どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか。最初のマウンドソロペンセーコーナーセミントコンマイタンラオライゴマイタンスタンチャンスだったので、とにかく自分が打てる球を待って打席に立ちました。いい結果が出て嬉しいです。これが本拠地での初めての打点ということになります。地元のファンの皆さんにもアピールできましたね。Sí, primera vez, pero bueno, me siento orgulloso de haber ayudado al equipo en el partido hoy.そうです、ファンの皆様で受けたこと、そしてチームの勝利に貢献できたこと、とても嬉しいです。まだ8月に9月と戦いが続いていきます。ぜひファンの皆さんに一言メッセージをお願いします。Bueno, la guerra se acabó todavía. Hay que seguir luchando. Aquí hay juego y podemos todavía clasificar.戦いはまだまだ続きます。最後の最後で力一回戦います。ファンの皆様、今後とも応援よろしくお願いします。さあ、そして最後は高橋投手に締めていただきます。次回の登板は20代になって初めての登板ということになると思うんですが、次回の登板に向けてどんなピッチングをしたいか聞かせてください。はい、また20歳になって大人の投球を見せれるように頑張ります。Come on.
ラっすね。やんないですか。デビラにしましょう。今日はあの ロビーじゃないんで大きい声でもいけますけど、はい、いや今日はなしで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ピッチング振り返っていかがでしたか。はい、いやーやっぱ7回投げきれないといけないイニングでしたし、やっぱフォアボールという流れも悪くなっちゃうようなピッチングだったので、やっぱもう一つはそこが自分の踏ん張るポイントというか、まだまだいろんな課題が残る中でも今日はあからさまにその悪いところが出たかなとは思います。その課題もありつつ、今日のピッチングで良かったところっていうのはどういったところですか。そうですね、まあ、序盤まあではしっかりとまっすぐスプリットと腕が振れていて、まあ、結果的にゼロに抑えれたので、そこに関しては良かったかなと思います。あとはあの先輩方のビッグプレーもありましたけど、はい、どういう気持ちで。そうですね、もう本当に満塁のあの場面でマウンドを降りてしまって、達也さんに申し訳ないことをしたなと思いながらずっとベンチでいたのですが、やっぱり先輩は頼もしかったです。岡林先輩、はい、もうさすがですね。もう今日は 2回も助けてもらったので、やるなと。さすが岡林って感じです。はい、先輩ですもんね。先輩です、大先輩です。尊敬してます。はい、あとあの10代最後の登板ということになりそうですけども、はいはい、そうですね、まあしっかりと、まあ、10代20代あまり関係ないんですけど、しっかりとチームに勝ちをつけれたので、そこに関してはすごく良かったです。はい、火曜日ですよね。はい、あさってですかね。なんか20歳になってやりたいこととか。20歳になってやりたいことはやっぱちょっと大人の投球にやっていこうかなと思います。はい、大人の投球とはやっぱり先輩方3人。そうです、もちろんあの3人が与える影響は自分にとってもすごいものはありますし、日々いろんなものを学んでいるので、少しでも学んできて吸収できて、それを試合で出せたらなと思います。野球以外ではどうですか、20歳になって何か。はい、野球以外、そうですね、そうですね、20歳になったから、やっぱ全て大人に、はい、20代大人になります。はい、次回の登板も楽しみにというところですね。はい、楽しみにしててください。あとは、はい、登場曲、登場曲変えました。どういう思いで。やっぱ後半戦しっかりと自分自身流れを変えようと思って、はい、変えました。どうでした実際。いやもう聞こえて、ま、聞こえて、自分は緊張しすぎてあんまり聞こえないんですけど、3回ぐらいからちょっとずつ耳に入ってきたんで、うん、あ、いいなって思いました。あ、はい、じゃあそれも次回は継続で。次回は継続で頑張ります。じゃあその音楽に乗せてマウンドに上がる広瀬さんも見ていただければという感じですね。はい、そうですね、はい、岡林さんも登場曲変わってたんで注目してあげてください。わかりました。お疲れ様でした。よいしょ。あのハイタッチの時に忘れてませんでした。何ですか。モノマネずっとしてくれてたのに久しぶりすぎて。いやいやいや、そうですね。まあまだこっからですね。まだここから勝ちが増えるんで、はい、もっともっとできる機会があると思うんで、はい、大丈夫と思います。こう守備で大活躍したけど。そうですね、まあ打てない時は守備で、はい、貢献するしかないので、はい、今日は高橋宏斗君に褒めてもらうということで、はい、嬉しいです。実際どうでしたか。褒めてもらいました。いや、もう本当にね、はい、褒めていただきました。ありがたいです。本当にありがたいです。どういう後輩ですか。どういう後輩ですか。そうですね。はい。どういう後輩ですか。まあ僕に似てんじゃないですか。なるほど。はい。じゃあ先輩たちに林さんがしてるようなことをされてるってこと。まあそういうことになりますね。まあヒーローインタビューであんなこと言ってたら
そう思いますよ。あとあの大好きな先輩方も戻ってきたり近くにいたりっていう。そうですね、はい、遅いですね帰ってくるのは。まあ、はい、まあ、ベンチにいるだけでも、はい、すごくこう僕の中で近いなっていただきますし、まあこう心強いですね。あの移籍してきた俊太さんとももうだいぶ、そうですね、だいぶこういろいろとお話ししてるので、はい、ここからまたいじりが増えるんじゃないかなと、はい、いける先輩だとこう、いやいやそんないけるいけないとかじゃないですか、はい、僕はそういうね、そんなことはしないんで、はい、しっかり先輩として、はい、接していきたいなと思います。あとあの登場曲が最近変わったと思うんですけど、はい、どうですか、 どういうどういう、まあ前半でまあ、はい、気分転換というかちょうど区切り良かったんで何か変えてみようっていうので変えました。どうですか、数日。いやいや、それはもう、はい、ファンの方々が聴いていただいて、あとはそのファンの方がいいのか悪いのかを、はい、言うと自分の耳に入ってくるのかどうかは分かりませんけど、はい、まあいいと思って変えました。じゃあ感想をこの動画のコメント欄に書いてもらいましょうか。はい、お願いしますまあ何かあれば、要望あれば、はい、はい、ぜひコメントに書いていただければ、はいはい、もしかしたら変えるかもしれません。わかりました。はい、あんま1打席目だけですけど、ではファンの皆さんにメッセージを。はい、今日は、まあ打てなかったですけど、守備で貢献できて、まあひろと君に、はい、褒めていただけるので、まあすごくこう嬉しいですし、まだまだ後半戦も始まったばっかなので、はい、もっと、ひろと君に褒めていただけるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。なかなか見れない先輩の顔ですね。いや、僕先輩なんですか。先輩です。多分後輩として扱われてるんで、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。コメントの魔法。初めてのお立ち台はどうでしたか。もう決戦ティア、プリマラベス、エタイアンフレンテでファナンティコエタはグランド。No, es una experiencia que nunca había tenido, pero no me sentí bien. まあ、生まれて初めての経験、キューバでもない、ね、ヒーローインタビューって感じだったんですけども、とてもあの嬉しかったです。こう、ああいういっぱいの人に見られて喋ることは緊張しないですか？もう、no estaba nervioso, mucha gente de fanático para hablar. No, estaba tranquilo, normal, solamente pensé lo que sentí, まあ、あの別に緊張はしなかったですね、まあ、普通な感じであの出れました。こう慣れない日本でこう試合に出続けてますけど、疲れとか辛い思いとかはないですか？Como te sientes como ya entrenando bastante, creo que se cansa, no sientes como un poquito triste, así como no. No estoy pensando ni en cansancio, todo solamente estoy pensando en mejorar cada día y hacer la cosa lo mejor que uno puede. まああの疲れなんて考える暇はなくてですね、とにかく少しでも良くなりたい、毎日少しでも上達したいという気持ちで毎日取り組んでます。日本の野球、これから活躍していくイメージというのはいかがでしょうか？Ya tiene más o menos idea que tu van a mejorar, así comenzando bien. Entonces, tiene más o menos idea para seguir luchando así. Sí, claro. La idea es seguir entrenando todos los días lo más fuerte que uno pueda y hacer la cosa con mucha energía para que todo salga bien. とにかくですね、一生懸命練習して、エネルギーを持って、うまくなるって気持ちを持ってやればいけると思います。気持ちが、まあ、先日もちょっと悔しい思いをしたプレーがあったのかなと思うんですけど、こう気持ちを切り替えるにはどういうことをしてますか？Como primer juego de aquí, entonces un poquito frustrado, como no se podía coger bola, pero ¿cómo cambiaste mente para siguiente día? No, bueno, ya como mandaron a buscar para entrenar cuando hubo el brote de COVID, yo me puse en los fields a coger fly y me fui adaptando más. No fue algo que me cogió de susto, ya fui adaptándome más. Pero otra vez, no entendí otra vez. Que fui adaptándome, ¿no? Uh-huh. Cuando empecé a entrenar, uh-huh.
fui cogiendo fly en los files para fijar este número. Y gracias a eso no, no me siento muy, muy incómodo. まああのね、この間は1回あの取れなかったですけども、次の日からしっかりと練習をして、で自分で、ね、できるように、とにかく一生懸命練習してるだけです、ね。練習してこう、気持ちをまた前に向けてるという。どうせ、そらめて、プラクティカ、パラメホラー、もう、カンビラメンテ、パラシエシ。Claro, son fundamentales, lo fundamental es mucha práctica y tirar para adelante con mucho corazón para que todo salga ahí. まあ、とにかくですね、本当練習しかないですね。練習して、前に進んでいくって気持ちしかないので。まあ、失敗を、ね、恐れずに常に練習して前に進んでいくって気持ちで取り組みます。ドラゴンズはどういうチームですか？Como tú piensas como Dragón, equipo de Dragón, ambiente, compañero, ¿cómo te sientes? No, aquí todo el mundo es mi unido, todo el mundo trata bien con el corazón y la afición fundamentalmente siempre está con el equipo hasta, hasta el final. まあ本当にあのチームはいつも団結してるっていう仲がみんないいと思いますし、本当心から本当みんなサポートしてくれるので、とても居心地がいいです。特に仲のいい選手とか。コンケンアンダビエンコモコンパニエロです。コンパニエロ。あ、コンパニエロ。No sé si como No, me llevo con todo el mundo, ¿no? Pero hay unos cuantos aquí de Japón, muchachos que siempre están conmigo ahí, odiando y sabes, una amistad de momento. まあ本当ねみんなすごく喜んでくれますけど、まあ本当に中にはねその本当に。Especialmente los cubanos que están conmigo aquí, que todos los días me dan un consejo y cómo son las cosas aquí, para que nada me coja eso. あとあの、キューバの仲間のね、チームメイトでいっぱいいますので、いろいろアドバイスをくれたり、どうしなきゃいけないということも教えてくれているので、とても助かってます。わかりました。では、ファンの皆さんに、応援してくれたファンの皆さんにメッセージいただけますか。メッセージパラファナティコ、ポーフォーク。Para fanáticos que sigan apoyando al equipo de Dragones, que la guerra no se ha acabado todavía y vamos por más. まああのファンの皆様いつも応援ありがとうございます。ゲーラ戦いは戦争はですね、戦いはまだまだ続きます。本当にあのもっともっと先に行きたいと思ってますので、応援よろしく続けてお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと最後にあの日本語もだんだん上手くなって覚えてきてるんですか？Aprendiendo japonés poco a poco, ¿verdad? Sí, poco a poco, poco a poco. Es algo, algo muy difícil, solamente dos, casi tres meses llevo aquí, pero bueno, solamente me sé otra palabra. Bueno, ni 2 meses todavía no sé, así que no sé mucho, pero un poco de palabras, algo breve, ¿verdad? Muy inteligente, ¿verdad? Sí, mamá. Mamá. Y al final, los fans de Dragons Siempre hay un acto para fanático, para hacer. Y yo ni Dragón o Sakebo. Tú vas a Dragón, va a decir. Entonces, fanático también va a decir Dragón. Dragón. 3, 2, 1. ¡Dragón! Gracias. 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 メイン客なんで、アップには不向きでした。おはようございます。しゃべりは慶応ボーイか。口だけは達者とよく言われます。そうか、はい。どうしたこれ知ってます？スパイファミリー知らない？知らないですか？知らない。汗が軍事選手としゃべるときは俺緊張すんねん。慶応ボーイやからちょっと早く 2C チャンネル出たい。いいね。今度やっちゃおうか。やっちゃおうか。
一番こうリラックスしてできる時ってどういう時なんですか？家族と電話するとか。Quando tu se sente mal como do relajar, quando tu hablando con familia, como es cuando está durmiendo. No, claro, la familia, familia, eso es algo inevitable. Más家族は本当に心の支えですね。Y ahora mismo lo extraño cantidad, quisiera estar allá en mi casa, en la familia, pero bueno, estamos aquí luchando por el trabajo, que eso es lo fundamental, y por el bien de ellos. ありがとうございました。